皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はお腹の浮き輪肉を落とすトレーニングというタイトルでお話をしていきます。腰の周りからお腹周りにかけてね、ついてくる頑固な脂肪のことをですね、浮き輪肉って言ったりする人が、まあ、結構いたりするんですよね。確かにこのお腹周りとか下腹部、腰周りの脂肪って減量してる時になかなかね、取れないです。いろんな方がですね、この浮き輪肉を取るためのトレーニングとかね、こういうトレーニングして血流を良くしたら体脂肪が落ちやすいですよ、浮き輪肉落ちやすいですよなんてね、言ったりするんですけども、結論から言ってですね、このような浮き輪肉を取るトレーニングというのはないと思っておいてください。そんなものはありません。今回もね、ちょっとタイトルで釣るような感じになってしまって申し訳ないんですけども、この浮き輪肉に限らず、部分痩せというね、ワードがよくダイエットについてですね、言われたりしますね。例えば二の腕を痩せるためのエクササイズとか、お尻の体脂肪を落としてヒップアップするためのエクササイズ、太もも痩せのためのエクササイズ、そんなね、トレーニングが SNS や YouTube でもう探せばいくらでも出てくるぐらい、まあいろんな方がね、投稿してるんですけど、実際そんな部分痩せできるのかっていう話なんですよね。で、まあ先ほど申し上げたように、そんな部分痩せはできませんよと、浮き輪肉を落とすエクササイズなんか存在しませんよというのが私の見解なんですけども、その理由についてね、今回はお話をさせていただければと思います。まずこの部分痩せの話に移る前に、まあ前のね、体脂肪がつきやすい部位と落ちにくい部位のお話の時にもちょっと解説をしたんですけども、体脂肪が落ちるメカニズム、体脂肪がエネルギーとして消費されるメカニズムについて解説をしていきます。これ3つのステップがありまして、まず1つ目が脂肪細胞から体脂肪が分解されて血中に出てくる分解のフェーズ、そして2つ目が血流に乗って脂肪が筋肉なり内臓なりエネルギーを必要としている部位に運ばれていく運搬のフェーズ、そして3つ目がその運ばれた先で体脂肪が燃焼する、消費されるというフェーズなんですね。なのでたとえですね、体脂肪が分解されても、それが血流に乗って運ばれなければまた体脂肪に戻ってしまうんですね。これがね、また部分痩せの話に関わってくるので、ちょっと覚えておいてください。そして体脂肪の増えやすい部位、落ちにくい部位の話で解説をしたんですけども、体脂肪が落ちにくい部位というのは、体脂肪の分解を促進するカテコールアミンというホルモンの効きが悪いということと、その部位の血流が悪くて分解された脂肪が血流に乗りにくい、運ばれにくいという特性があるんですね。よく部分痩せの時に言われる理論としては、この血流の悪い部位が体脂肪が落ちにくいですよと。じゃあ血流を良くしてあげれば、そんな部位の体脂肪っていうのは燃えやすくなりますよ、だからそういう部位のエクササイズを、こういうエクササイズをやって体脂肪を効率よく燃やしていきましょう、そういう解説の仕方なんですね。ここまで聞くとなんか理にかなってるように見えますよね。血流が悪い部位は体脂肪が落ちにくい、じゃあ血流が良くなれば体脂肪は燃えやすくなるんじゃないか、じゃあその血流を増やすために特定のエクササイズ、トレーニングをやれば体脂肪が落ちにくい部位っていうのは体脂肪が落ちやすくなるんじゃないか、まあなんか理にかなっているように見えるんですけども、実際どうなのかっていうのを調べた研究がいくつかあるんですね。こちらの研究では、筋肉を動かしているその周りにある体脂肪の方が動かしてない部位に比べて減りが早かったっていう結果が出ました。この研究では筋肉を動かしている部位の周りのね、体脂肪の方が動かしてない部位の周りにある体脂肪よりも血流の増加と分解の増加が見られたんですね。ただじゃあどれぐらい体脂肪の減りが加速したかっていうのを、この研究の結果をもとに見てみると、週3回のトレーニングを12週間3ヶ月続けてですね、足の体脂肪の減り幅は3から10グラム増えるっていう結果になってるんですね。3から10グラムってまあビビたる数字じゃないですか。 0.01 キロですよ。これが100グラムとかね、0.1 キロ、0.2 キロとか変わってくるのであれば、
全然話は違いますけども、3から 10g という違いは正直ですね、有意差があるとは言いづらいわけなんですよね。目に見えて体脂肪の分解燃焼が加速したというふうには言いづらいですよね。これだけ小さな違いでも促進されることは促進されるんだから、やれることはやりましょうよというのもいいかもしれないですけど、まあ一応この研究の結果を見るとそんなにね変わりはないよねっていう結果になるわけなんですよね。そしてまた次の研究では腹筋運動を週5回やってもらいましたと。これで体脂肪の状態を見たっていう研究があります。腹筋運動をしたグループのお腹周りの体脂肪は減ってませんでしたっていう結果が出てます。動かした部位の血流が良くなって体脂肪の燃焼が加速するのであれば、腹筋運動をしたグループのお腹周りの脂肪っていうのは減ってるはずなんですけども、お腹周りの脂肪は変わってなかったという結果が出ています。そして腹筋運動をしたグループ、してないグループ、両グループ比べて見てみても、お腹の体脂肪の量ですとか腹囲、ウエストのサイズに違いはなかったという結論が出てます。なのでこの研究では運動しても全く変わりませんでしたよっていうような報告がされているわけなんですね。で、そしてまた別の研究では週3回の足のトレーニングを12週間3ヶ月間続けてもらいましたと。これで体脂肪の変化を見たっていう研究があるんですけども、この研究ではトレーニングをしたことで消費カロリーが増えましたと。それによってお腹周りの脂肪と体脂肪は落ちましたっていう結果が出ています。ただ太もも周りの脂肪は変化がなかったっていう結果が出てるんですね。部分痩せの理論でいくと、トレーニングをして血流が良くなった太もも周りの体脂肪が落ちるはずなんですが、その太もも周りの体脂肪の量は変わらずに、動かしてないお腹周りの体脂肪は落ちた。なのでこれらの研究結果から分かることは、確かに体脂肪が落ちにくい部位のトレーニングをすることで血流の増加は起きる可能性がある。そしてそれによって体脂肪の燃焼が促進する可能性はあるんだけども、もしそれで体脂肪の燃焼が促進されたとしても、その違いは微々たるものでしかないので、あんまりねその部分痩せに期待をして特定の部位のトレーニングをすることはおすすめできないなというのが私の見解です。そしてこの体脂肪の合成と燃焼っていうのは、体の中で常に両方起こってるわけなんですよね。なのでこの落ちにくい浮き輪肉の部分でも、実は全く落ちずに残ってるように見えて、脂肪が分解して合成されてっていう反応が両方ですね、絶えず起こってるわけなんですね。なので大事なことは、その落ちにくい部位の運動をして血流を増やすことよりも、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを整えてあげる、要するに摂取する、食べる以上に消費するカロリーをしっかりと増やしてあげて、体が体脂肪からエネルギーを作らないといけない、そういう状態を作ってあげることなんですね。そうすると体脂肪の合成よりも分解の方が優位になるので、全身で起きている体脂肪の分解が優位になって体脂肪は落ちていきますよということなので、大事なことはその部分痩せを狙って特定の部位の運動をすることではなくて、しっかりと食べる以上に消費する、そんなカロリーバランスになるように食事を調整してあげて、体脂肪の分解が合成に比べて優位になる、そういう状態を作ってあげるということなんですね。そしてトレーニングはしっかりと減量中に筋肉を維持したりとか、あわよくば筋肉を増やしていくために全身まんべんなく行っていただくというのが一番オーソドックスなやり方、基本的なやり方で最もね失敗が少ないやり方なんじゃないかなというふうに思います。それに加えてですね、時間や体力的に余裕があって、どうしてもですね微々たる差でも何でもいいので、とにかく落ちにくい部位の体脂肪を落としていきたいということであれば、追加でねそういう特定の部位のトレーニングを加えていただいてもいいと思うんですけども、それによって劇的な変化っていうのはあまり期待できないと思っていただいた方が失敗が少ないんじゃないかなと思います。ということで今回はお腹周りの浮き輪肉を落とすトレーニングというタイトルでですね、実はそういうね部分痩せのためのトレーニングはないんですよというお話をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは公式 LINE の方で
毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね、毎月の新商品やお得なセールの情報も概要欄に記載しておりますので、チェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。